生成 AI という言葉が毎日のように新聞やニュースを賑わせています。生成 AI はこれまで人間のみに可能だと思われていた言語の読解や解釈を高い精度で高速に行えるようになったことで世界に衝撃を与えました。文章を読むとか解釈するとかそんなこと AI できるわけないじゃんっていうような考えを持っていた。生成 AI って悩まないんですよね。思考プロセスも実は全然違うんですよね。生成 AI は言うなれば人間の言葉が驚くほど通じるようになった AI で、新しいサービスや製品、エンターテイメントを生み出しています。従来の AI にはとても難しかった動画も生成 AI は作り出すことができます。一方、劇的に精度が上がった生成 AI によって社会には未知のリスクが発生しており、ルール作りが急がれています。AI からもたらされるリスクを、我々の社会にとって許容可能な範囲に収めつつ、いかに AI のもたらす利益を最大化するのかと。生成 AI の何が驚きなのか、私たちは生成 AI をどう扱い、その創造物とどう付き合っていけばよいのか、生成 AI の今に迫ります。アメリカのオープン AI 社が開発したチャット GPT など今注目される生成 AI ですが、これまでの AI の技術とは何が違うのでしょうか。従来の AI は事前に人間が与えたデータを学習し、その範囲から適切な回答や予測を自動化することが主な機能でした。対して生成 AI はディープラーニングにより、 AI が自らあらゆる言語のあらゆるデータの特徴や関係性を学習し、高度な知的作業を行う別次元のものです。例えば従来の AI は人間の顔の認識や判定が得意でしたが、生成 AI は学習した顔のデータを使い、架空の人間の顔を新たに作り出すことを得意とします。しかも特別な知識は必要なく、誰かとチャットをするときと同じ言葉で生成 AI に質問や指示を送るだけで会話のやり取りを続けることができます。生成 AI のサービスを扱うスタートアップ企業スパイラル AI 代表の佐々木雄一さんです。生成 AI にはこれまでの AI にはなかった特徴が2つあるといいます。一つ目は、専門家でしかできなかったことが誰でもできるようになったこと、絵を描くことも声を作ること、文章を作ること、生成 AI を通してできるようになった。でもう一個は、それがプロンプトという文章で誰でもできるようになったことです。これまで AI というのは AI の研究者がやっていて、影響も限定的だったので良かったんですけれども、今となっては世界中誰でも文章さえ書ければ誰でもできますという状態になってしまったので、一気に広まってしまった。で、毎日のように新しい仕組みが、新しいアイデアが出てくる。もしかして人間の知能を超える超知能の AI が出現するというシンギュラリティが来てしまったのでしょうか。シンギュラリティにはまだちょっと違うのかなと思っていて、今の生成 AI っていうのは、例えば、絵を作る時でいくと A という絵があって、で B という絵があって、でその中間地点になる、A の絵と B の絵のいいところを組み合わせて新しい絵を作るみたいなことはできるんですけれども、全く新しい概念の絵とかはさすがに今の生成 AI では作れないんですよね。それをこう、中間地点を作るという意味で内装するというふうに表現するんですけれども、これは機械学習における内装と外装のイメージ図です。
生成 AI が精度と信頼性の高い回答ができるのは、人間が過去に生み出した情報を学習して作り出す内想の領域に限られ、学習していない領域の情報は外想という信頼できないそれっぽい答えしか出せません。今の生成 AI は絵にせよ声にせよ文章にせよ何にせよなんですけれども、内装してるだけになってます。なので人間がこれまでできてることは多分無難にできるんだと思うんですけれども、生成 AI を理解するために欠かせないのが大規模言語モデルという人工知能プログラムの一種、通称 LLM と呼ばれます。生成 AI が文章や画像や音声などコンテンツ作成技術の総称であるのに対して、 LLM は自然言語処理に特化した生成 AI の核にあたります。 LLM は人間が言語のルールを一からプログラムしたものではなく、言葉の意味を理解しているわけでもありません。これまで人間が話したり書いたりしてきたネット上にある膨大なテキストをディープラーニングし、ある言葉の次に続く言葉の出現確率をモデル化したものだといいます。人間がルールを作るのを一切諦めようと、インターネット上にあるいろんなウェブページのデータを学習させて、その中には当然日本語もあれば英語もあれば、まあ、アラビア語とかも含めていろいろあるわけですけれども、どの文法がどうとかいう概念は一切抜きに、ひたすらその文章を読ませていったら、ああなるほどこういう文法になってるのかなってことを勝手に獲得して、でそれで喋れるようになってるっていう、人間がルールを作るっていうプロセスがなくなったおかげで、人間の想像力というか考える力の範囲を一種超えられているのが今の言語モデルですよね。佐々木さんは AI との会話の正確性よりも楽しさを重視したサービスに取り組み、その一つとして独自の生成 AI サービス、ナオミ AI を開発しました。ナオミ AI は実在するタレントの真島ナオミさんとのチャットや音声による擬似的な会話コミュニケーションを楽しむことができるサービスで、真島さんの小姉や言葉の選び方、物事に対する価値観などを学習させた生成 AI です。真島さんご本人は落ち込んじゃってます、なんか声かけてくださいみたいな時に励ます言葉がすごい上手いんですよ。例えばナオミ AI に、落ち込んでいる友達にどんな風に声をかけたらいいのかなという相談をすると、チャットと音声ですぐ返信が来ます。友達が落ち込んでる時は、まずはその気持ちを受け止めてあげることが大切だよ。大変だったね、大丈夫か、気持ちを共有する言葉をかけてみたらどうかな。私も芸能活動で失敗したり挫折したりすることがあるけど、その経験は。回答の文章は生成 AI のチャット GPT で作成し、そこに真島さんのキャラクターを再現するためのプロンプトを指定しているといいますが、どのようにしてこのリアリティを出しているのでしょうか。今回あえて収録時間を取らせていただいて、500問ぐらいの質問を用意していて、コンビニに行った時に何を買いますかみたいな、そういう、こう当たり前の質問からラジオのパーソナリティとして答えてくださいっていう立て付けで、あの恋愛相談の質問をしてみて真島さん答えるみたいな、でそういうものって結構本人の思想を色濃く反映するので、本人っぽさっていうところに大事な情報になってくるんですよね。佐々木さんは仕事としての笑顔や忍耐の感情制御が求められる感情労働の現場で、生成 AI は人間の代役を務められるかもしれないと考えています。人間のみに可能だと思われていた言語の読解、解釈、そして分析を生成 AI が高い精度で、しかも高速で行えるようになったことは、人文学の分野にも衝撃を与えました。名古屋大学准教授で西洋古代哲学を専門とする岩田直也さんは、
生成 AI を西洋古典学の研究にもっと使えないかという強い思いを抱えていました。岩田さんがその思いを学会で発表すると、西洋古代哲学が専門の田中一光さんとデジタルヒューマニティーズが専門の小川淳さんと意気投合。そうして共同研究が始まり、生成 AI を活用して開発されたのがヒューマニテクストという西洋古典作品に特化した AI 対話システムです。古代ギリシャ、ローマ時代の古典作品の原典をデータベースの中から AI が参照してくることで、さまざまな質問にすぐに答えてくれます。現在、哲学者のアリストテレスやプラトン、歴史家のヘロドトス、政治家で軍人のカエサルなど22名の著者によるおよそ400作品が含まれています。例えば、専門外の人も利用しやすい対話モードで、詩人のホメロスに、あるメジャーリーガーを英雄として野球をテーマとする詩を歌ってくださいと打ち込むと、こんな詩が返ってきました。おお、偉大なる野球の英雄よ、その勇姿を歌わん。彼はまるでオリンポスの神々のごとく力強く速く、そして技に長けた戦士である。彼の投げる球はまるでゼウスの雷のように速く敵を打ち倒す。そして彼の打つ球はヘラクレスの棍棒のように重く遠くへ飛んでいく。彼の一刀一打。ヒューマニテクストの大きな特徴は、信頼できる原点を明示して回答が生成されることです。例えば、哲学者プラトンが真の友情について何を考えていたかという質問をすると、すぐに回答が出力され、その末尾には転居となった作品名や引用や参照元の古代ギリシャ語の原文も示されます。一般的な生成 AI はネット上のあらゆる情報、中には誤った情報も含めて学習してしまっているため、ハルシネーションという誤った情報をあたかも正しい情報であるかのように出力してしまう問題を抱えています。ですが、ヒューマニテクストはそれを回避できます。ユーザーの質問に応じて西洋古典原典データベースから正しく該当する原典を取得し、それを大規模言語モデルで処理して回答を生成しているからです。今後の研究のあり方っていうのは非常に大きく変化していくのではないかと。というのも、こういうようなシステムが生まれる前は調べる、で文献を読むっていうことにすごい多くの時間をかけていたんですね。でそうすると、より事柄に即して創造的に考えるだとか、やはり時間が少なくなってしまいますし、例えば哲学、私やっていて文学とか歴史の作品ってあんまりそれだけ読むって難しかったんですけれども、質問を投げかければこういうテキストがあるよって教えてくれる。でそうすると、こう哲学と例えば文学、哲学と歴史の著作のこう影響関係だとか、こう今までこう専門領域に限られていた研究がどんどん開かれていって、新しい領域横断的なプロジェクトだとか、どんどんこう活性化していく。ヒューマニテクストはその一助となれば嬉しいな。ヒューマニテクストの公開予定は2024年夏頃。さらに今後、電子図書館の青空文庫を導入したヒューマニテクスト青空の公開も準備中だといいます。後半では驚きの動画生成 AI と生成 AI に潜む未知のリスクに迫ります。人間の言語による質問や指示に沿って、テキストや画像、音声、コードなどを新たに作り出すことができる生成 AI。 生成 AI はいよいよ動画もプロンプトによる言葉の指示だけで精度高く作れるようになりつつあります。アメリカのソフトウェア会社アドビは、
写真加工ソフトのフォトショップなどにいち早く生成 AI を取り入れてきました。すでにアドビはファイアフライという画像生成 AI を提供しています。ファイアフライは簡単なプロンプトを複数打ち込むことで望む画像を生成することができます。さらに2024年のうちに動画編集ソフトのプレミアプロで新たに動画生成 AI を使った映像が作れるようになるといいます。そのデモ映像を見ながら、長年 Adobe の最新技術をクリエイターに伝える仕事をしてきた中尾剛さんに解説してもらいました。まあ、例えばこういったダイヤモンドを満載のバッグにしたかったんだけど予算の都合でできないって言った時はですね、このエリアにダイヤモンドを足してくれっていうふうにプロンプトを打つだけで増やしてくれるんですね。しかもちゃんと動画になってますんで、これからまあ生成機能を使って削除したいエリアというのを簡単にですね赤く選んでくれてるので、削除ってやるだけで消えちゃうということですね。今度は違ういい感じの時計に変えてみたみたいなこともですね、はい、ネクタイですね、もう少しちゃんとしたフォーマルな感じの方が良かったねっていうことであれば、もう一回ネクタイして撮影するよりもですね、入れ替えることができます。で、あとこれ本当に欲しかった機能なのかなということで、あのシーンのねこの間がちょっと足りないっていうところを引き伸ばしてあげるだけで、足してくれます。まあここで劇的な何かね、あの演技があるってことになると、もう一回演技してもらうみたいなことになるんですが、今のようにですね、表情変えずにカメラが少し寄っていくみたいなことであれば引き伸ばすだけで簡単にできちゃうということですね。懸念もあります。それは生成 AI で作られたものが著作権侵害をしていないか、商用利用は可能なのかという点です。アドビのツールを使って世の中の多くの広告というのが作られているということを踏まえると、商用利用が可能な形で生成 AI 機能というのを入れるというのはもう大前提になっているんですね。アドビの生成 AI はアドビストックの画像素材やパブリックドメインの素材、著作権的にクリアな素材で学習しており、商用利用を可能にしているといいます。生成 AI が新しいコンテンツや製品、サービスを生み出すにつれて、これまでの社会のルールでは対応できない未知のリスクが増えています。京都大学法政策共同研究センター特任教授の羽深博樹さんは、法律の面から AI やデータで大きく変わる社会の在り方を研究しています。結論から言うと、生成 AI のリスクを一気にうまく解決できるような方策は存在しないと言います。人間の行動をすべてカバーする規制ってないじゃないですか。例えば自動車の運転に関する規制とか、医療のアドバイスに関する規制とか、金融に関する規制とか、さまざまな声ごとに規制が作られてきたというのが我々の社会の設計の在り方なのですが、この何でもできる人間と同じようなタスクをこなせてしまう AI に対して何か規制を作るというのは、それはまさに人間に対する一本の規制を作るということと同じぐらい難しくて、これまでの AI はシングルモーダルと呼ばれ、画像なら顔認識 AI、 音声なら文字変換 AI、テキストなら要約翻訳 AI という1対1の対応でした。これに対して生成 AI はマルチモーダルと呼ばれ、画像、音声、テキストといった異なる種類の情報を統合的に関連付けて学習し、環境を認識した対応を取ってくるため、リスクの予測が難しいのだといいます。実際に生成 AI を使った映画のような事件も起きています。2024年に香港のあるグローバル企業の財務担当者が英国の幹部にビデオ会議に呼び出されたと。
でそこで幹部からの指示で約38億円をある口座に移すような指示を受けたと。でそれに従ってそのお金を移したところ、実はそのビデオ会議に出てきた幹部の映像が全てディープフェイク、すなわち生成 AI で作られた偽物であったという事件がありました。単にメールだけであればさすがにそういった送金は行わなかったと思いますが、リアルタイムの動画で幹部の顔が出てくるとやはり人間として騙されてしまうと、まあ、今後はまさにマルチモーダル、つまり音声も模倣して画像や動画も模倣して人々を騙せてしまうと、まあ、これは生成 AI がもたらす大きなリスクの一つだと思います。さらに生成 AI で作られたディープフェイクの動画が SNS により急激に拡散されると社会全体を脅かす場合もあります。 AI のもたらすリスクの重要な要素として民主主義への影響が挙げられます。例えば2023年には岸田首相がインタビューで、あたかも不適切な発言をしているかのようなフェイク動画が出回って大きな問題となりました。さらにそうしたフェイクの画像や動画がソーシャルメディアのアルゴリズムによって拡散されてシェアされていくと誤解が広まっていく、まあ、それによって最終的には我々の民主的な基盤自体が脅かされるというリスクも指摘をされています。で実際に2024年にオープン AI が報告したレポートによりますと、中国やロシアから不適切なコンテンツを作成してそれを流出させようとする試みが複数特定されたということもありまして、こういった問題は外国からの一種の攻撃として行われる可能性があるということも留意する必要があります。こうした生成 AI によって引き起こされた問題の責任の主体は一体誰にあるのでしょうか。もちろんフェイクの動画を作り出せてしまう生成 AI 側の問題もありますが、そもそもそういった動画を作った個人が問題であるということは間違いありません。でさらには動画コンテンツを世界中に拡散させることができてしまうソーシャルメディアのアルゴリズム、こういったものにも問題があると思います。最終的に起きたリスクに対して誰が責任を持つべきかということを必ずしも決めることができない、逆の言い方をすれば全ての主体に少しずつの責任の原因があるといったようなところがこの生成 AI をめぐる問題の責任関係の難しいところです。ルール作りも始まっています。2023年の G7 広島サミットでは高度な AI に関する国際的なルール作りを進める広島 AI プロセスが採択されました。そして EU では2024年5月に AI 技術を禁止も含めた4段階のリスクに分類する AI 法が成立しています。新技術生成 AI は社会に革新をもたらす大きな可能性を持つ一方で、一人一人が未知のリスクと向き合わざるを得ないものです。日本は世界の中で見ても非常に AI フレンドリーな文化を持っている国だと言えると思います。最終的な目的はあくまでも社会にとって、あるいは我々一人一人にとっていかに幸福や自由といった利益を最大化するかというところであって、決して AI によるリスクをゼロにすることが最終的な目的というわけではありません。つまり AI からもたらされるリスクを、まあ、我々の社会にとって許容可能な範囲に収めつつ、いかに AI のもたらす利益を最大化するのかと。生成 AI によってどのように社会をバージョンアップさせていくのか、生成 AI から人間の何が守られるべきなのか、確かなビジョンが求められています。